皆さん、チャプ基地カンパニーへようこそ。チャプです。今ダース・ベイダーに扮して六本木に来ているわけなんですけれども、こちらね、東宝シネマズ六本木、本日なんとローグワン公開ということで、どれだけの盛り上がりを見せるのか、チャプ基地カンパニーでレポートしていきたいと思います。さあ、それでは果たして中がどれだけ盛り上がっているのか、まだ公開まで1時間以上ありますが、中に入ってみたいと思います。さあ、まずこちらポスター、これだけではありません。こちらね、なんとね、あのカウントダウンの特設ブースが設置されておりまして、これでね、12時になった途端にみんなでファンが一丸となって盛り上がるという、そういう仕掛けがなっております。果たしてどれぐらいの盛り上がりになるでしょうか。これは楽しみですね。さあ、結構ね、スターウォーズのファンの人たちが集まってきました。ちょっと歩いていってみましょう。いろんなね、クロントルーパー、ストームトルーパーとか、あとはタスケンレイダーの人がね、いますね。すごいリアル。もうみんなもう完全にキャラクターになりきってます。やっぱいかにこのデススターの情報を取ったかっていうのが一番の楽しみですね。希望は死なない。私にちゃんと設計図を届けて。旧作のキャラがどのくらい出るのかっていう楽しみですね。最新作なので技術的なところが楽しみにしてます。そうですね、やっぱりそのエピソード4につながるんでね、そこのところがどういうふうにつながっていくのかっていうのが、ローグワンに期待することですね。 X-Wing がもうボンボン飛んで、もう敵機をバコバコ破壊していくのがもう楽しみですね。なんかエピソード4がやっぱ一番好きなので、それの直前のお話っていうことで、なんかすごい楽しみです。どんな話が展開されるのかが気になるのと、あとは何が出てくるかなってちょっと考えて、出てきたら嬉しいなと思ってます。 X-Wing のドッグファイトがめちゃくちゃ楽しみですね。予告でもちょっとあったんじゃないですか。で、すごくミニチュア感があっていいなっていう、それがすごく楽しみです。もし泣いちゃうのかなっていう予感はしてます。だからちょっとこう泣けるような要素があるとなんかいいかなって思いました。はい、たくさんのね、ファンの人たちで盛り上がってる。やっぱりこれがスターウォーズの力だと思います。獅子の暗黙教ダース・ベイダー、そして帝国軍入り口ストームトルーパー、そしてこの上もすごいですね。最後の皆様、盛り上がってますか。盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ローグワン鑑賞してまいりました。もう本当にね、もう言葉が出なかったですね。もう今回スピンオフだったので、そこまでむちゃくちゃ期待をしてたというわけではなかったんですけれども、大きく上回りました。もう感動ですよ。もう最初から最後までとにかくもう昔のキャラクターも出演するんですよね。だからそこでもエピソード4新たなる希望の約5分、もう本当に5分直前、あと1分すればエピソード4につながるんじゃないかというところまで描かれているので、そこがもうだから最後上映が終わったその瞬間とか、もう鳥肌どころかもう涙が出るようなそんな感じでした。もうローグワンね、これも本当に期待してみるべき。もう僕もしかしたらこれは言ったらいかないかもしれないんですけど、フォースの覚醒より完全に感動度は大きかったので、ぜひ皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今日は東宝シネマズ六本木からローグワン最速上映を見てきたという動画をお届けいたしました。今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。メイザフォースビビーズ。